全国で800回以上開催の就活イベントミーツカンパニー。イベント終了後ご希望の方にはリクルーターがついてあなたの就職活動をサポートします。詳しくは概要欄をご覧ください。内定チャンネル。本日はアクセンチュアの内部事情ということで本日も市川さんにお越しいただきました。よろしくお願いします。アクセンチュアどんな企業でどんな部署がありますか？アクセンチュアは外資の、これ総合コンサルティングファームですごく大きいところですと。でどれくらい大きいかというと確か世界今49カ国ぐらいに事務所があって社員数も多分これ非正規含めてですけど73万人ぐらいかな、いる。で去年の売上が641億米ドルぐらいだったと思うので今のレートだと1ドル150円ぐらいなんで96兆円とか多分それぐらいの売上がある、すごい大きい会社です。もともとサンダーセンなんとかっていう会計事務所からそのコンサルティング部門が独立してアクセンチュアになってるんですけど、その時に多分もう1950年代ぐらいだったと思うんですけど割とこうビジネスにコンピューターを導入するみたいな、そういうコンサルティングをやって大きくなってきたところなので多分世間一般的にも、テクノロジーとか技術に強いみたいなイメージがあるかなと思います。市川さんその中でもどんな業務担当されてたんですか？で私がいたのがデジタルっていうそのアクセンチュアの中にも、いくつか組織があって、そのストラテジーとかあと僕がいたデジタルとかテクノロジーってまた別にあったしセキュリティとかいろいろあるんですけど、僕がいたそのデジタルは、先ほどちょっと話しましたけど、サービスデザインですね。サービスデザインをやってるところで、これも割と新規事業開発案件が多かったんですけど、私がいた時とある家電メーカーさんが会員基盤をもう少し拡張していきたいと、ファンをもうちょっと作っていきたいみたいな時にじゃあどういう事業をするかっていうところの企画立案からで結局それいろいろワークショップとかやった結果、市場調査とかした結果、その頃少し前だったんでまだ SNS とかがまだ有効だった時代、彼はその作ってる割と調理系の家電が多かったんでその食がテーマの SNS を作ろうっていうところでサービスのデザインだとかもともとバックグラウンドがエンジニアなのでその実際にコーディングしたりとかで開発チームがついたらそのコードのレビューをしたりしてでサービスをリリースして運用していくみたいな仕事をやっていました。1日はどんなタイムスケジュールで動いてます？1日は案件によってそもそも常駐先も全然変わってくるし案件内容によって変わるんですけど、例えばさっきお話ししたその新規事業系の案件でいうと、普通に今9時ぐらいに出社して割と午前中はサービス食の SNS みたいなのをリリースした後だという後でいうと、とはいえリリースした後もちょくちょくバグが起こったりとか、あとサービス改善っていうのは継続してやっていかなきゃいけないので、例えばその他 その家電メーカー内の部署からちょっとこういう機能をインテグレートしてほしいみたいな、統合してほしいみたいな、導入してほしいみたいなのが、例えばそのうちで作ってるこの例えば洗濯機にこの SNS で貯めたユーザーデータベースを連携してより良い洗い方を提案するみたいな、例えば機能をつけたいって言われたらじゃあこういう要件ですよねみたいな要件定義を、割と朝やることが多くて、午後はやっぱりその開発チームにいたんでその頃の開発チームの管理系ですよね。その頃そのアジャイルスプリントとかいうとにかくクイックに開発を進めていこうみたいなやり方。アジャイルスプリント、はい、ちょっとこれスプリントっていうのはですか？走る系の開発の一つのやり方、その頃流行ってたんですよ本当に、アジャイルっていうやり方が。でそのスプリントっていうのはスケジュールですね、スケジュールのプランを立てたりとか、あとさっき言ったようにそのコードレビューをしたりとかっていうのを午後やってっていう感じですかね、はい。アクセンチュアではどのようにキャリアアップしていくんですか？キャリアアップがタイトル的なところで言うと、下からこう上にこうピラミッドあるわけですけど、新卒でアナリストになってでコンサルタントになってでマネージャーになってシニアマネージャーになってパートナーもしくはプリンシパルディレクターになるっていうのが一般的なキャリアですね。で基本的には普通にやってれば年次通りに上がっていくっていう印象があって、で例えば新卒でアナリストで入りますと、で多分20代中盤でコンサルタントになれるし、その上のマネージャーも多分20後半から30前半ぐらいに普通にやってればなれると。でこっから上が多分シニアマネージャープリンシパルディレクターマネジメントディレクターあたりがフィルタリングがかかるというか、例えば他の MD の推薦がないとなれないとか、 MD ってマネジメントディレクターですね、とかいう形で、なのでマネージャーまでは結構年次通りに行くんだけど、そこから上は自分のパフォーマンスとか社内の中でのその自分のポジショニングとかが影響してくるかなっていう感じですか。すごい実力主義のイメージあったんですけど、はい、ここは年次通りにマネージャーまではみんな行けるっていう感じと思い、僕は中途で入ってるんですけど、僕の印象だと普通に変なミスせずに与えられた業務をこなしていればマネージャーぐらいまでは年次通りになれるのかなっていう印象が、はい、あります。
なことないと思いますよ。本当ですか。慣れなさそうなやつが辞めるだけだと思いますよ。ああ、まあ確かに出たり入ったりはものすごく激しい、うん、僕は出た側なんで分かります。僕はずっといても絶対マネージャーになれなかった。あ、でもこれは本当に面白くて、別に優秀だからフィットできるっていうわけでもやっぱりなくてですね、逆に結構その独立されて抵抗されてる方もやっぱ中にはアンドクセンチからいるので、なんかコンサルの働き方が合ってる人とそうでない人っていうのがやっぱりいるのかなっていう感じはあります、うん、コンサルの働き方が合ってる人ってどういう人ですか。どうですかね。なんか今も例えば僕が言ったそのデジタル事業、今そのソングっていう名前にちなみに変わってるんですけど、歌のソングですねっていう名前に変わってるんですけど、そこは結構特殊な部署なので、例えばそのクリエイティブ系の人がいたりとか、うん、結構デザイン会社か、海外のデザイン会社を買収したりとかしている部署なので、まあ、自由な働き方がその部署においてはできるんですけど、例えばバリバリストラテジーの部門に入ったりとか、実行部隊っていうのが正しい言葉かわからないですけど、コンサルティングっていうチームがあって、でその実行部隊に入っている人たちとかはいわゆるそのじゃ PDCA 回して測定してアクションプラン立てて、結構そのショートタその短いそのスケジューリングの中で成果を出さなきゃいけないって、すごい高速な、それで1日中でそのカレンダー見ると本当もう最後の方のテトリスかっていうぐらいめちゃくちゃスケジュール埋まってるんですよ。その働き方を効率よくできる人は多分残れると思うんですけど、それが合わない人っていうのはやっぱやめてくるのかなと思います、うん、社内はなんかどういった雰囲気でどういう人が多いですか。そうですね、なので僕が行ったのがそのデジタルだったので、割とそこはクリエイティブな人もいたり、そのデザイナーさんもいればエンジニアさんもいるし、ストラテジーとかコンサルティングだけどこういうクリエイティブなフィールドに興味を持って入ってくる人とかもいて、なんか本当多種多様な雰囲気で、かつ海外のデザイン会社とかもその自分たちのアクセンチュアのできることを増やすために結構積極的に買ったりして、でそこの会社の海外のメンバーとかも入ってきてたので、割とこう国際的な雰囲気があったりとか、すごく多種多様な環境だったかなと、うん、はい、思います。外資独自の文化みたいなありましたか。外資独自の文化はなんか多分アクセンチュアで言われてるのはアップオアアウトっていうのをよく言われてると思うんですけど、今はそんなにそこの文化って強くない気がしていて、要は出世するかクビになるかっていう、うん、あ、そうですね、上がるか辞めるか、そうですね、まさにそう、今はなんかアップオアステイになったみたいなことが言われてますけど、うん、上がらずにずっとその同じポジションに続けるみたいな。でただまあそこというよりかはやっぱりその自ら手を挙げて、じゃあ私にやらせてくださいって言ってやって、失敗してもいいから何とか成果を出していくっていう人がやっぱ認められるような文化があるのかなとは感じました。多分コンサル、いわゆる本当のコンサルっていうのをやってた時は本当上積みだけを集めたいし、ブランディングもアップアウトだから、いらない使えないやつはどんどん切られていくよっていうブランディングしたと思うんですけど、今ってもう DX のエンジニアみたいにいっぱい入ってくる超人手不足ですみたいな時にアップアウトなんて言ったら大変なことになっちゃう。まあ本当そうですね、本当おっしゃる通りで、うん、今そもそも人手不足なんで、うん、逆に出てかないでっていう方が正しいかもしれないですね。ここ大変だったとか辛かったなみたいな、そういった経験ありますか。そうですね、ブラックみたいのは全然僕個人としては経験なくて、で当然今はすごい減ってると思うので基本的にないと思うんですけど、まあ、辛いなで言うとやっぱ結構無茶振り、いい意味での無茶振りみたいのが多いので、例えばその全然自分のできることじゃないのに、例えばそのエンジニアバックグラウンドで入ってるのに全然技術と関係ない、例えばそのちょっとここのビジネスモデル考えといてとか、そういう仕事を突然振られたりとか、もしくはそのあんまり英語得意じゃないのに海外のプロジェクトに入れられて、でその英語でモデレーションっていうんですけど、その会議の調整をしたりとかキーパーソンとやり取りしたりしてっていうことを突然振られることがあって、それはちょっときつかったですね。でそれが多分アクセンチュアのカルチャーなのかなと思ってて、なんかやっぱ無茶振りする、でそこで頑張って結果を出す人がマルチスキルになって生き残ったり上に上がったりしていくみたいなところが若干あるのかなっていうのは、はい、分かりました。ということでアクセンチュア内部事情でした。ありがとうございました。